川清流市川清流は、江戸時代から明治時代初期の管理、漢学者、国学者。日本における近代図書館創設の功労者の一人。博物館という役語の創作者。名は、明治維新前は白氏、通称は私。市川清流王妃のある聖伝寺出生地や、学問の死についてよるべき資料がないとされていた。市川は、 現在の三重県島市磯部町ヤンバルの出身であり、同地の聖殿寺には市川清流王妃が混流されている。農民の出であったが勉学して、江戸に登った。国学を主に学び、書道に優れ、漢学に深い知識を持っていた。幕末の外交官である、岩瀬忠成の家臣となり、安政二年ロシア施設のエフィムプチャーチンと交渉する、忠成に随行し、下田。 戸田港に出張している。文久元年に岩瀬家が断絶死君を失った直後に松平安直の従者として文久県王施設の一員となる。文久3年の1月に帰国しヨーロッパでの見聞をまとめおはよう行万録として交換。このおはよう行万録の文久2年4月24日の港に今日御三市博物館2行カルトあり、 ブリティッシュミュージアムに、博物館という訳語を当てたのは、清流が初めてであると考えられている。明治2年に文部省の駐車時制となり、翌年に大社時制に昇進。明治4年の9月に編集局に移り、三つくり林床に従い翻訳の補佐をする。明治5年3月頃、書籍委員建設の儀という建白書を挙げ、ヨーロッパ流の図書館の必要を訴えている。この憲白書は、 文部教、大北加藤に提出され、大木から町田ひそなりに手渡された後、博物局から明治5年4月28日、書籍関建設の伺いとして、文部教に提出、決裁を受けた。この伺いには、市川の県議文がそのまま挿入されており、考え貸し出しを行わないこと、閲覧は20歳以上に限ることという市川の意見がそのまま反映されている。 そして書籍館が同年8月1日に開館した。市川は開館時に書籍受け取り方取り扱いとして書籍館に勤務した。明治5年12月には翻訳局に移り、明治6年秋に10頭出資に承認した。明治8年9月頃に翻訳局10頭出資職を実施、同じ県王施設団にいた。 福地玄一郎の招きにより日報社に入社し、厚生主任として活動した。厚生業務の反撃に耐えかねてか、1年後に退社。明治11年まで著作と肯定、編纂に従事した。明治12年死去。イギリス公使館翻訳官だったアーネスト佐藤が、清流の、おはよう行万録を翻訳し、チャイニーズジャパニーズレポジトリー誌に連載を、始めたのは、 1865年7月のことである。佐藤が日本学者となることを決意したのはこの時期と考えられる。明治3年以降、佐藤は神道の研究をするにあたって、清流を孔子館に招聘して古典について教授を受けたとみられる。当時孔子館に勤務していた松本美希一も、また清流について古典を学ぶ。清流は、 松本に対しウェブスター大辞典のような国語辞典が日本に必要であることを説いたという。ありがとうございます。